横川駅から3時間20分歩き、登山口に到着しました。今日は角内山へ登ります。剣の峰山頂に到着しました。標高は 1429.6m です。剣の峰山頂から朝日を眺めています。角内山が見えます。角内山山頂に到着しました。標高は 1393m です。角内山山頂からの眺めです。浅間山が見えます。浜湯山荘へ下山し、今日の山歩きを終了します。